なんで追いかけてくるんだよ。誰が待つかよ。だいたい姫がそんなに走るなよ。走ったないぞ。姫様いじめるやつ許さない。えいって。おいこら、てめえ何しやがる。いじめられてる姫様助けに来た。いじめてねえよ。どっちかっつうと追いかけ回されてる俺様の方がいじめられてるだろうが。どこで何をしていようと勝手だ。匂いがしね。甘い匂い。本当だ。これはこうだな。か？俺様がか？まさか。って着物に匂いがついちまってるのか。別にいいだろ。女と遊んでただけだ。勝家、お酒も飲んでる。ああ、うまい酒だったぜ。なんだよ、その目は。大好きだぜ、当たり前だろ。いちいち突っ込むなよな、うるせえやつ。姫様はうるさくない。勝家が全部悪い。なんでだよ。ああもう面倒なのに捕まっちゃったぜ。あ、あれ信長じゃねえか。信長様。あ、本当だ。朝用事があるって出かけてたから帰ってきたのかも。勝家、俺挨拶してくるからここでおとなしく待ってる。いい？はいはい、分かったよ。さてと、邪魔なやつは消えたな。それで、さっきの話だけど、女とうまい酒の話、そんなに気になるなら姫さんが相手しろよ。お前も一応女だろ。黙ってりゃな。黙っておしゃくでもしてくれりゃ、俺様も町に出て女遊びするのを控えてやるぜ。白い肌、吸い込まれるような黒髪にガラス細工みたいな青い瞳。いいね、そうするじゃねえか。なんだよ、びっくりした顔しやがって。かわいいね。酒もいいが、姫さんをいただくってのも悪くねえな。な、いいだろう。え？男の尺なんて気色悪いのいらねえよ。ったく。
からかいがいのない姫さんはほんとつまんねえよな。勝家、姫様に何してる？うおっ！油断も隙もない奴とはお前のことだ。くたばれ、ゲス野郎。ゲスってお前、そんな言葉を教えた奴誰だよ。信長か。成政。マジか。純粋な奴に物騒なこと吹き込むんじゃねえよ。あーもう、めんどくせえ奴らだな。勝家、今下打ちした？めんどくせえって下打ちした？まったく、うっせえな。ええ、俺様が悪かった。それでいいだろう。はーい、ほら、勝家行くぞ。いでで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 、あら、てめ、耳つかむんじゃねえ。ん？じゃあ腕にするね。いでででで、くそ、お前、綺麗な顔して強腕だよな。残念な野郎だぜ。勝家に褒められても嬉しくない。うえーだ。褒めてねえよ、大体お前はな。ほら、姫様呼んでる。急ぐぞ。